エンジェル財団の、インターネット放送局の、これからということで、もう、この個展を中心としたプログラムは結構長く続いてますし、またこの後子育てとか、スポーツの問題とか、人生を楽しむっていう問題について、あるいはよりよく生きるっていう問題についてはさまざまな番組を提供してきた放送局なんですけども、しかしこれが始まった頃と比べて若干違ったことがあります。こういうプログラムが始まった頃は、ネットというもの、あるいはこの、どっちかというと僕らの言い方だと記号の世界っていうものが世界をもっともっと豊かにしていくというふうに思われたんですが、一方でその記号の世界っていうものが同時に物の消費も、しかも、今日の言い方だとかなり無駄な消費もかなり増やしてしまいました。で、そのことと今日のこういろんな問題が絡み合ってきてますので、少し転換期を迎えています。そのことをちょっと考えていきたいと思います。一つにはこういう古典の問題っていうのが僕ら中心なので、この古典の問題から考えていきますと、インターネット放送局でやってる番組は、エンジェルっていうテーマでの、ダンテ神曲を中心としたような西洋の哲学史の問題や、一方で「源氏物語」を中心とした日本の文学あるいは芸術表現というものを追ってきたわけですけども、いずれにしても本を自分の力で読むっていうことに対して人々を誘うっていう構造を持っています。あるいはよりよく自分のものにするって言ったら、しかし、今日この本を読むっていうこと自体が大変生活の習慣の中では失われてきました。本はなぜ読むのかと大きく分けて3つあるんじゃないかなと思います。1つは、習慣的に読むということですね。暇があったら読むと。もう1つは必要だから読むと。3番目は意義があるから読むということですね。人間であればそうしなくちゃいけないとかあるべきということに対して読むということですけども、この習慣という読み方が今日ではまず多くの場合で失われつつあります。というのはこの我々にとってのこのスラックタイムとよく言いますけども、いわゆる余裕時間、遊びですね。24時間の中で遊びになっているところ、ハンドルの遊びとかいうのと同じような、この部分がいろんなもので食い尽くされています。最も大きいものはそこにちょっと出しているような、こういう携帯電話とか、iPad みたいなもんでしょう。どんなものがあるのかと言いますと、例えばこれもう電車の中ではみんなこれですね。僕ら大学の教員だと授業中でも学生はこんなことやってたりしますね。このこと言うとあれですけども、ハーバードから来ている留学生に言わせますと、サンデル先生の授業っていうのは NHK のビデオで見るとみんな先生の授業をこう見てるように見えるけど、ハーバードの学生から見ると教室のうちの半分は、パソコンに向かって Facebook やってるななんて言っていました。こういうものがこう非常にこの、コミュニケーションですね、こういうものが、時間っていうものを非常に食い潰してきています。またさまざまなニュースが、いつでも手に入るような形って、だけどそのいつでもが、本当に我々の時間を、消耗していくという形。あるいは、これはご存知でしょうか。このキャラクターはとても有名なキャラクターですけども、知らないよっていう人もいるかもしれません。しかしこのキャラクターは実はゲームでしてね、昨年の11月の時点で、こういう携帯電話やパソコンの中にダウンロードされた件数が、500ミリオンですから、5億ですね、超えちゃったんですね。こういうものを含めて、僕らのこの時間というものの、習慣にあたるところで、本とか、そういうものに対する接する時間はもう残ってないような感じになってきました。もちろん必要によって本を読むという世界は残ってますね。これは視覚とか情報を得るとか、そういう点ですけども、情報を得るっていうと先ほどの習慣的にニュースを見るのと同じなのかとちょっと違いますね。習慣的に見る、テレビは習慣っていう形で我々の時間を食い潰すなんて昔言われましたけど、携帯端末の食い潰し方はそれのとは全然スケールが違う形になってきました。
ただ必要な情報を得るというものは、それとはちょっと違いますね。ながらでやるわけじゃないので、それは残ってますね。さて、これですね。古典っていうのは特にはここに関わります。自分は一体何のために生きているのか、人は何のために生きるのか、さらには人間社会は何のためにあるのか、このことについて問わなかった人はいません。しかし、いつも問うている人は非常に例外的です。ちょっと危険な人ですね。で、一般にはそんなことはしない。だけど、これは問わなきゃいけない問題なんだけど、私は何か仕事をしている、これはどういう意義があるんだろうか、これをやらなきゃ生活が成り立たない、怒られちゃう、問題を起こす、そういうことあるんだけど、そうじゃなくて何のためにやってるんだって、こういう意義を問うということは、人が人である以上あるわけですけど、これはこういう問題としてありますね。今日の若者に、大学生なんかに接してない人は、この2番目のやつはこんないくらでもこれはないだろうと思われるかもしれませんけども、これはいわゆる、受験戦争をくぐり抜けてきた偏差値上位の、学生でも、例えば本というものを読むことが格好が悪いことになっているという、そういう意味で勉強していることはなんかカルトじゃないかなっていうふうに思われるような、こういう面すら実は蔓延してるんですね。こういうふうな問題があります。僕はこれを合わせて、この余裕時間、すなわち我々にとっての、何かにとらわれていない時間というものが枯渇しているというふうにこう見ていきます。これは、哲学の領域では、この人間性というもの自体が資源化されているという問題ですね。このエンジェルインターネット放送局は、基本的に常にこのレジャーという問題を、中心に置いてきました。つまり、これは人間性を問うためのゆとりの時間、余裕の時間、自由な時間と、その時に何をすべきかということを問うてきたんですけども、その余裕の時間そのものが枯渇しているという。さて、一方、枯渇しているのは、一般にはこちらの方ですね。自然資源の枯渇です。人間性が枯渇しているってことは、改めて言われないと気づかないことかもしれませんが、こちらは非常に顕在的な問題になりました。ちょっと話題を変えます。これは今日我々の社会の最も緊急の課題である環境制約の問題ですね。これは何とかしようよっていう問題よりも、これに対して対応しなければ、人類というもの自体のこの惑星での生存が危ういというふうに言われているような問題ですね。近代現代の文明の成立基盤が危機になっていると。典型的なのはこれですね。この最近、日本のマスコミでも話題に出るようになりましたが、かなり長く欧米では中止になっているものですね。ピークオイルですね。つまり、石油の供給が需要を賄えなくなる地点というのが、このいわゆるピークですけども、オイル生産がピークに達すると、それ以降は慢性的に不足状態になるということですね。これは景気の変動のように、高い時もあれば安い時もある、余ってる時もあれば足りない時もあるっていうのは、この変動する問題ではなくて、一方的に足りなくなるという状態ですね。これは IEA、国際エネルギー機関が、出している、ワールドエナジーアウトルックっていうレポートで、これは10年に出たものですけども、去年11月出たものも、これを踏襲しています。これは濃い青で出しているところは既存の油田の生産量ですね。すでに開発されている油田の生産量です。これは2006年にすでにピークに達していて、もうその時以上にはもう生産できないということが明らかな油田です。これに未開発の油田、発見しているけどコストが高いので取り組んでないようなところとか、そのうちきっとどっかで見つかるだろうっていうのを足して、IEA ではやっとプラと横になるんだろうと言われています。さらに、天然ガス液とか、
あるいはこの黄色のものは最近話題になっているシェールとかオイル、あ、ごめんなさい、砂とか岩の中に入っているのも絞り出していくっていう形でのオイルですね。シェールオイルとかサンド、オイルサンドって言われているものから取り出すタイプですね。こういったものはなぜ今まで取り組まれてこなかったのかっていうのは、技術が足りなかったか取り組まれてこなかっただけではなくて、環境破壊の影響は非常に大きいということと、コストが高すぎて取り出しても、買う人がいないというものだったから取り出してこなかったんですね。北極にある油田はなぜみんな取り組まなかったのか。危険だし、取ってきても、とてもコストリーだって。しかし足りなくなればそういったものを、取ってくるだろうと。そうすれば、なんとか賄えるじゃないかという希望的観測もありますが、それは我々にとって、ガソリンと灯油というものが持っている、のは単に物質としてあるだけじゃなくて、適当な価格であるんですね。リッター1000円だったら誰も自動車乗らないという時には、もうガソリンはないのと同じになってしまいます。それがこのピークオイル問題ということですね。これは、食料の問題とか、あるいは、水の問題とか、そういうものにも関係してきます。これは一次エネルギーの今後の、必要について IEA がレポートしたものですね。重要予測です。中国は増えますね。インドも当然増える。ヨーロッパ、アメリカ合衆国、日本は、若干、減っていくだろうと。経済的問題および技術の問題もありますが、こちらはそれを上回ってしまいますね。需要はどんどん大きくなる。そうすると、この問題がエネルギー問題ともに資源問題、金属の枯渇っていうのはもう多く言われてますが、人類が使っている金属のほとんどがもう枯渇に近い状態にあります。だからリサイクルということは非常に重要なんですけども。そうすると、さっきのオイルの供給のこの曲線ではないですけども、この変化とから見れば下がっていくと。この下がっていくところが同時に、この近現代文明の凋落期にあたるだろうというのがこの時代の読みですね。案外近いです。2015年から20年あたりにこの、転落が、明確になり、25年から30年ぐらい、までそれが一つのステージとして続くだろうと、考えられています。このことは、一般にはその、自動車に乗るとか、そういう問題だけではなくて、直接的には我々の食料に関わっていきます。というのは、農業が、今日の農業っていうのは、緑の革命、という、懐かしいあれですけども、対面積あたりの収量が2倍3倍に増えたっていうことが可能になって、我々の現在の社会にの、例えばこの人口問題というのは出てくる。このカーブちょっと見てみましょうか。これはワールドポピュレーションなんですけども、人類っていうのは人類の歴史上ずっと上昇してきたのかっていうと、人口は実は長い期間ほとんど変わらないような、つまり数学的に見ると、係数が非常に小さいようなものだったんですけども、1750年頃から上昇に転じます。これがいわゆる産業革命以降ですね。つまりこの、オイルの利用と、人類の、数的発展というものは、一致してたわけですけども、それとともに必要だったのは食料の生産というものも、機械化、化学肥料、そういうもの、あるいは耕作機械、土壌改良、そういったものによって、農地の拡大とやってきたわけですけども、これが失われるということになります。これはこの社会変動としては大きく変わってくるということですね。これが今日、多くのところで語られていて、で、我々にとって不幸だった前年の1年前の震災というものは、それを先取りした形になっていると
というふうに、国際的なジャーナリストは、語っている面も多くありました。つまり一度オイルがない、電気がないというところで、資源もないというところで、社会をもう一回作り直せるだろうかということの、シミュレーションになっているんじゃないか、日本は、というような言い方もされたようなものですね。このような場面においては、我々一度、これまでの近現代社会において我々が成し遂げてきたものを、このまま、持続することはもう難しいというか不可能だということになったときに、持続することのできるものは何なのか、これ物理的に何なのかということと、持続する価値のあるものは一体何なのかということを、本質的に考え直す必要があると。これは現在我々の、国民が政治に対して期待していることの言葉の中でありますね。どこへ行くのかをはっきりさせろといつも言っています。我々の社会はどこに向かうのかをはっきりしてくれと。この時に、既存の、近現代的なフレームワーク、パラダイムによって描かれる未来というものに対して、どうもそうじゃないんじゃないかという気持ちはみんなある。それとともに科学的には、物理的に不可能だよという見方がはっきりしてきたということですね。そうすると、この問題、これは経済の問題でも技術の問題でもなく、意味を問う問題です。持続する価値のあるものは何か、大切なことは何なのか。役に立つかもしれないけれども、便利かもしれないけど、間違っているものは一体何なのかということをはっきりさせようということですね。具体的な取り組みもいくつか進んでいます。これはスマートシティというプロジェクトですね。これは近現代の都市というものを、そんなだけど間違ってるったって、この上で仕事も生活も、成り立ってるんだから、急に、高層マンションは、使えないよって言われたって、そこに、財産を投入して生活している人間はどうなるんだっていうようなことがありますね。そこで都市自身を、持続させなきゃいけないという。すなわちこれはやり方は何かっていうと、ともかく省エネしかないという。で、そこでこの省エネ省資源ですね。で、なるべくなら、自律的になるような、近現代都市というものを考えていこうということです。これは、当然の選択のようでして、現実にはとても難しいプロジェクトです。なぜかっていうと、近現代都市は基本的にグローバルなネットワークの中で成立するという形ですね。物も人も仕事も、金融はそうですが、食べるものすべてグローバルの中で近現代の都市は成立しています。これを自立させようというわけですね。それもこのエネルギーとか資源とか経済労働において、それにおいて持続可能な都市、そこにおける生活文化というものを考えていこうというプロジェクトですから、単にその技術的にメーカーが何とかっていう形だけではできない面があります。そこで、このスマートシティというものも、文化の問題から考えられてきているわけですが、一方でこれは、エンジェルの、プロジェクトの一つですけども、一度自然と人間との関係っていうものを、考え直そうよと。そのためには都市の中にいるんじゃなくて、実際に自然の中に行ってみようと。だけど自然って言っても、本当にワイルドなものは基本的に人間を寄せ付けないわけですね。例えばそれに、日本語でも「野」という言葉は人がいないという意味ですね。山という字は険しくて、山という字そのものがそうですが、人を寄せ付けないというんですね。で、例えば、日本はヨーロッパに比べて山間地のいわゆる利用率っていうのは、極端に低いんですね。で、これは日本の山が険しいからだと言われてますけども、と言われる場合もありますが、スイスやなんかと比べても、利用率は低いんですね。これは文化的に、の山というものは、人が関わらないところだという文化伝統があったためですね。そこで人が関わる自然という形の中に、日本は独自のものを発達させてきています。それはこの里と山の間である里山というものですね。里山に一度行ってみて、そこで人と人間との関係を考えて、これが持続可能なものであるかどうか、
まあ、そういったことを今後実現できるかどうかを考えてみようというプロジェクトでしたね。こういったものはこのいわゆる地産地消という言葉でよく語られています。地産地消すべきは食べ物だけではありません。エネルギーが最近はそう言われます。さらに学習とか教育とかエンターテインメント、文芸というものを地産地消しなきゃいけないということが今日で大きなテーマになっています。喜び、楽しみというものが、ビジネスの、グローバルなビジネスの中で手に入っているということをちょっと長く続けすぎましたからね。まあ、そういうものがこういった問題ですね。この問題は、言葉の上では、ローカライゼーションとか、あるいはサンギュラリティ、この特別に変なこととかです、あるいは個性というふうにも言われるような問題として考えています。いわゆる地域っていうものの発達、地域の発達は地域ごとにあるべきだという、そういう考え方ですね。これは思想というよりは経済理論および政策として検討されている問題ですね。つまりこういう変革期には特にそうなんですが、基本に立ち返って物事を考えるということが構造的に本質的に必要だということです。この目から問題を見ますと、この意義を再発見する場がどこに我々は今持ってるんだということがテーマになってきます。というのは、本来そういうことをやる時間および場所というものを象徴する言葉がレジャーだったわけですけども、そのレジャーというもの自体が、先ほどのあれはゲーム「アングリーバード」っていうんですけども、面白そうだな、ちょっと試しにダウンロードしてみようかと、やった途端に虜になってしまうような麻薬性を持っていますけども、そうじゃなくて Twitter や Facebook、 あるいはいろんなニュースサイトみたいなものは我々をすでに虜にしていますね。で、その時我々にはこういう場が、レジャーの時間が、レジャーの場がすでに消耗されています。それを取り戻すことが必要になってきますね。どうやってやるんだって。人の自由、人間であること、そしてこれは追求すれば追求するだけ奥深い、限りなく良いこと、そして飽きない無限の楽しみを与えてくれること、そういうことがこのよく言われる「物から心へ」っていうものですね。この「物から心へ」は、心得っていうテーマは高度経済体制の時にも問われましたが、その頃は物はあふれかえっているんだけど、もっと違うものがあるんじゃないかっていうことでしたけど、これからはもう物がないんですから心得という、そういう面も一方であるわけですね。古典の問題をそこから捉え直すべきだということが、ここでの問題です。で、その時に、古典というものが、先ほど言いましたように、このどういう場において、意義を捉える場において、この古典が生きてくるのかと、その場作りが大切になってきますね。場作りの一つは、このインターネット放送局が、単に先駆けて取り組んできたような、ネットを通じて、本物の、講座を提供するということです。これ例外的にやってきたわけですけども、一方ちょっと違ったものも、今ネットでは、広がってきました。今日はちょっとその部分をちょっと少し紹介します。ちょっとね、言い方あれなんですけども、オープンラーニングコミュニティというものが、こう一つ、オープンっていうのはオープンソースとか、そういう言葉でこうネットの一つのキーワードなんですけども、ラーニング、学ぶことがオープンになると、しかもそれがコミュニティとして行われるということが、できたんですね。これはカーン・アカデミーという、ものなんですけども、ちょっと行きましょうか。カーン・アカデミーのサイトに行きますと、こういうビデオが出てきます。これは何やってるのかっていうと、ガリレオ・ガリレイの、絵ですね。ちょっと説明がありますけど、ここで何やってるのかっていうと、数学を教えてるんですね。で、この番組を提供しているのはサルマン・カーンさんっていう、
人物です。まあ、名前からしてインド系のアメリカ人なんですけども、彼はその、ヘッジファンドのアナリストをやってたような人で、すなわち数学得意なんですね。で、仕事の分野で、まあ、忙しくやってたんですけども、あるきっかけから、実は彼は教え方がうまいってことを発見したんです、自分自身がね。そこで、まあ教育の単位なんか持ってるわけじゃないですよ。だけど自分はたまたま教え方上手だと思って、で、子どもたちに算数、数学を教えるような番組をネットでちょっとずつちょっとずつ公開していったら、これは爆発的なヒットになったんですね。で、現在3000番組以上提供されていますけれども、これが公教育でも取り入れられています。で、従来のその、いわゆる数学っていうのはどこの社会でも必要なんだけど苦手な人の多い領域なんですね。で、この彼のこのね、教え方はとても上手で、初めて数学が楽しいもんだと思えたみたいな形の、レポートがたくさん届いて、まあ、この、サイトは非常に広がっています。で、まあ、ちょっと、飛ばしましょう。これはですね、3153、今、アップロードされています。これ2日前やったんで、まあそのくらいでしょうね。160万回見られているとか、まあこれ50万回以上見られているとかという形のものが並んでいます。で、最近アップされたものっていうと、この時点で18時間前にアップされたんだけど、まだ1日経ってませんね。だけど、1300回もうすでに見られていますというような形の、人気番組になっています。みんなさっき言ったちょっと、映像はプアですね、黒板が覗けて、で、黒板書きながら話している人の声が聞こえるっていうのはそんなものなんですけども、まあそれがですね。 これはまた違うプロジェクトで、ショーミーというプロジェクトです。これは、さっきのカーンさんは一人であれをやったんですけど、自分でやってるプロジェクトなんですが、これはそうじゃなくてプラットフォームを作ろうというプロジェクトです。で、小学校の先生とか、まあ、あるいは自分はミュージシャンなんだけどちょっと音楽を教えたいなとか、作家だからちょっと本の読み方なんか一緒に教えたいなと、誰でもいいんですけども、そういう人たちが自分の iPad にこのソフトをダウンロードして、そこでホワイトボードみたいな形でこの iPad にこう書きながらやっていくと、それが、自動的に記録されてネットで共有されるっていうプロジェクトなんですね。で、このプログラムを公開しましたら、ネット空間に公開しましたら、いわゆる12歳以下の子どもたちを対象にしている人たち、つまり中学校、小学校の先生たちが、これを使い出して、お互いにそこでやり取りしだして、次々にプログラムが公開されていったんですね。で、いろんなカテゴリーが入っています。結果的に現在、150万タイトル以上がここに集積しています。で、もう小学校に行かなくたっていいやっていう感じのものが出てきてるんですね。つまりこの言い方も、グレートティーチャーはどこにいるんだってことなんですね。グレートティーチャーは僕の小学校にもいるかもしれないけど、このネットの中にはたくさんいるという、こういう形になってきました。先生たちがこういう、ネット上のブログを使いながらお互いにこう研鑽しながら進んでいくということが起こっています。こういうのはネットに拡大するコミュニティですね。こういうふうにこのネットというものは、ネット空間の中でこの、楽しみや、学ぶっていうこと、教えるっていうことが、お互いにやり取りするような形になってきてるんですけども、それと、この、我々の進めてきたこの、古典をベースにした教育の問題というものが新しいこの結びつきを持つところ、それがこれからの、エンジェル、インターネット放送局の姿だと思います。すなわち、一流の、まあ、というか、まあ、一級のコンテンツというものを、このエンジェル、インターネット放送局は蓄えて、またこれからも蓄積をしていき、また公開していきます。
それと、それを利用して、教えたい、という人たち、こういう人たちが結びつく空間ですね。そして しかもそれは学びたいっていう人はインターネットだけじゃなくて、やっぱりこの場でこの人から学びたいという人たちがいるんですね。むしろその方が自然です。子どもたちはそうです。だからそのためにそういう場を提供することですね。これはこのインターネット放送局、エンジェルインターネット放送局を我々がもっと普通の人、一般の人に使ってもらいたいと進めているプロジェクトの一つで、これは全国の図書館、公共図書館ですね。公共図書館は今人がいっぱいなんですけども、まあちょっとお休みに来てるんですみんなね。だけど、そうじゃなくてもっと積極的に図書館使えないかなということも多くの場合で、その時にこういう、教えたい人、学びたい人の実際に出会える場だけど、そこには本があるじゃないかでは、ちょっと、今日の知識社会、知的社会では無理でしょうと。その本の意味を、解き明かしてくれる仕組みが必要ですね。そういう形で我々の、考えというのはそういったところにあるわけですけれども、そこにこのインターネット放送局に蓄積されてきた一級のコンテンツというものが、意味を持ってくるんだろうと思われます。ちょっとお時間を頂戴いたしましたが、こういういくつかの点に分かれてきましたので、その話題も分野の違う話題ですけども、なのでちょっと、整理が不十分だったかもしれませんけども、我々まあこういう現実の社会、現実の自然的制約、社会的制約を生きながら、しかし新しい社会をここで作らないと人類っていうもの自体が危ういんだっていうのは、そういう人類史的な時代を迎えていると言います。その時に、知的遺産である古典ですね、これをいかに生かすのか、また、自分たちのものとしていくのか、これを社会的な仕組みとして特にネットを使いながら、現実のすでに我々が持っている公共図書館のような物理的なファシリティも使いながら構想していく段階にあると思います。今回、インターネット放送局のこれからの新しい社会においてということで、ご報告させていただきました。ありがとうございました。まず形を申し上げますと、これが、図書館といいますか、図書館じゃなくてもいいんですけど、人が集まれる、そして学ぼうっていう雰囲気があるところですね。図書館の最適だと思いますね。案外市民生活だとそういうところがないので、そこに、こうやってくれる、このそこに、ネットのコンテンツを利用したり、そして、ネットの遠くにいるけども、手伝ってくれる人たち、そういう人たちがつながっていくという構造ですね。これはインターネットっていうのは案外こう人によってどのくらい使ってるかって差がありますけども、現状の技術で普通に実現することができます。問題はその姿だけじゃなくて、重要な概念、この中に概念が一つあるんですが、それは何かと言いますと、学ぶということは基本的に学ぶ方からすると嫌なことなんですね。なぜかといえば、それは知らないから。これは好きだ、学びたいと思っているものはもう勝手にやらせればいいし、それは、学習教育の基本ではないんですね。基本的なのは学びたいと思わない、なんでそんなの楽しいと思わないか分かんない、なんでそんなの大切なの、関係ない私というふうに思っている人たちが、あ、そうなんだって気づく場ですね。だからこれはネットじゃ難しいんです。現実に、おい、これやった方がいいよって言ってくれる人が、これ楽しいよと、面白いじゃないと、あ、そうなんだと言ってくれる人たちが必要なんですね。そこで、具体的な場とこのネットのコンテンツというのを組み合わせることが必要。それが先ほどの意義に関わる、学習教育はそういう面を持っているんですね。そこでこういうネットの
コンテンツあるいはネットを通じて参加してくれる人たちを具体的な場で合わせていくっていうことが必要になってくるんだろうと思います。これはこのこれをグレートブックスライブラリー化、まあ図書館を利用したいというので、まあ構想しているプロジェクトです。はい、ありがとうございます。